ティラコレオは、新生大前新世から、高新世にかけてのオーストラリア大陸に生息していた、有体類の捕食者。相前馬目ティラコレオカに属する絶滅した属である。属名は、有体ライオンの意味。和名は、フクロライオン。英名では、マルスピアルライオンと呼ばれる。名簿な肉食獣であったとされるが、草食動物である原生のクスクスに近縁である。 本種や、袋狼、タスマニアデビルなどの存在は、かつてのオーストラリアが、肉食爬虫類によって支配されていたとする古典的な、説への反論材料になっているが、詳細は不明。キンバリーにて発見された、洞窟壁画想像図想像図東堂腸1.2から1.3メートル、頭骨長約25センチメートル。 体重は1 0 0ラムほどと小型の表ほどの大きさと体格であったと推定されているが発見されている最大の個体は体重が1 6 4キログラムほどに達したとされており小型のライオンや虎に匹敵するかなり発達した強力な顎と前足を持ったたくましい体型だった前肢の親指は他の指と対抗でき太く出し入れできる鍵爪があった これにより、獲物を捕まえたり内臓をかき出したりできたと思われる。また、上下の顎には、摂氏が発達した、鋭い牙と上下第三小球種及び科学第一、第九種からなる大型の列肉馬を持っていた。噛む力は強く、オーストラリアのニューキャッスル大学の研究によれば、ブチハイエナの約2.5倍に達したと、推定されている。 植物食のクスクスと禁煙であることから来る先入感と列肉場の噛み合わせの形状が中世大白秋のケラトプス科の持つ放射列に類似していることなどからこれを果実やこの葉を食べるおとなしい植物食の動物だったとする学説も存在したしかし発見された葉の孔面の摩耗の状態は肉食によるものであることが明らかで植物食とは考えられず 現在では活発な捕食者だったと考えられている。鋭い摂取が他の多くの肉食性哺乳類の剣士の役割を果たし、これによって獲物に致命傷を与えたものと思われる。また、カンガルーにも似た筋肉質の長大な尻尾を持っており、シュブルンズと呼ばれる特化した尾の骨により、 後ろ足と尻尾で立ち上がり前足を使って切り裂いたり掴んだりなどの動作が可能であったと思われる。頭骨 T カーニフェックスの頭骨断片のスケッチモリーなどに生息していたと推定される。早く走ることができなかったため、獲物に忍び寄るか、木に登ったり茂みに隠れて待ち伏せをして飛び寄り、大型草食動物を襲撃したと推定されている。 茂みに隠れる待ち伏せ型の行動は背中にストライプ状の模様があったと思われることからも合理的である。ディプロトドームを襲うティラコレオオーストラリアの大型動物層の大量絶滅が発生した時代は北半球の大半と異なり現在と大差ない気候条件だった一方、ティラコレオの絶滅に人間の関与を証明する発見はなかった。だが、 人類の大陸への到来と生産活動によって、捕食動物の強絶滅を含む大型動物を主とする生態系の大崩壊が発生したと仮定されている。ティラコレオの絶滅以降、大陸の頂点捕食者であったティラコレオの生態系地位を占める存在は出現していない。オーストラリアを騒がせている未確認動物、マルスピアルタイガーキャット、または、 クイーンズランドタイガーやオーストラリアの民話や都市伝説に見られるドロップベアを本種の生き残りやアボリジニに受け継がれてきた本種の記憶だとする研究者もいる。ありがとうございます。